皆さんこんにちは、ましろです。はい、今日はシーロンの2020年の秋冬の展示会に行ってきます。 Let's go。 こんにちは。一瞬鏡見ていいですか？かわいい。かわいい。これ着たいな。セットアップ。どっちが前？どっちが前？リボンに結べる。すごい。両肩にリボンが。すごい。襟が何重にもなってる。これって何素材って言うんですっけ？ベロア素材。ベロア素材だ、すごい。かわいい。すごい、触った時本当にびっくりします。これはお犬です。こんにちは。あ、鼻がハートだ。かわいい。耳にもお鼻とか。かわいい。サイドが開きます。閉じれるかな。一回脱ぎます。切れるかな、チャック閉じて。待って、鼻が後ろにも。ここも可愛い。リティールが可愛い。切れた。こんな感じ。がさっきのスケスケラブリーなワンピースも上からつけて、かわいい。ボタンが。お花。お、かわいいの。1枚で着る人いますか？
わからない。切れると思います。結構目立ちそう。またまるんだ。すごいって、手の持ち方がすごい。あ、あったかい。ちょっと閉めます。あ、ちょっと閉めるの時間かかりそうです。あったかい。迷彩？これ迷彩が動物だったりしますか？これちょっと犬に見えません？これ耳で、顔で耳。ここは閉じれちゃう。ムキブリ抜けちゃいますか？このマイシャク、3つ悩んでます。いや、嘘です、4つめっちゃ悩んでる。どうしよう、どうしよう。あのグレーが可愛くて、でもチェックも可愛いで、透けてるお花のラブリーワンピースさんも可愛いから、その上にこれをつけたいから、どっちがいいと思いますか？どっちがいいと思いますか？切れました。かわいいですよね。欲しいです欲しいです。シンプルに欲しいです。かわいい。なんかいつもあんまりこんな感じのお洋服を着ないんですけど、欲しい買いたい。かわいい。なんかシンデレラに出てきそうじゃないですか。あれあれシンデレラは違いますか？え、嘘、シンデレラみたいな。なんかルックでやってるみたいな、これオリジナルのジャガードの生地なんですけど、なんかこういう甘いものにちょっとこういうハードなアイテム合わせてきてもらうっていうので、パパは考えてデザインしてるので、仕方としてはすごい合ってる、可愛いと思います。これ
これずっとインスタで見て着たかった。すごい。これは着てみて。え？なんて言ったらいいんだろう。少女。赤リンゴって感じです。やばい。私やばい。どうしよう。なんかわいいですでも。コートの方はリバーシブルで、コートも結構軽さが軽さ重視っていう感じですね。デザインっていうよりかはあったかくて軽いもので作ってます。あとはなんか本当中で何でも着れるので、なんかそういうコートを作りたかったっていうのはあるんですけど、一応この赤の色と紺も作ります。軽いです、めっちゃ。めっちゃあったかいです。かわいい。冬とかって上着でおしゃれしたのが隠れちゃうんですけど、これなら上着含めのおしゃれなので、かわいい。シーロンのここはどこにも負けないというこだわりがありますか？自分に結構コンプレックスがあるタイプなので、シーロンの洋服は一見派手に見えても着ると着やすいというかっていうディティールは入ってると思うので、そういうところかな。私ニットをやるかそのブランドをやるかっていうのも結構悩んだ時期があったので、ニットアイテムは結構好きですね。そこに、まあ、結構こだわりは毎回持ってシーロンのアイテムは作ってます。最後の質問なんですが、あとゆいさんが思うおしゃれとは何ですか？なんかそれは難しいです。自分に似合ってればいいし、自分が着たいもの、なんか似合う似合わない関係なく着たいものを着れる、そういう 強さみたいなのがあってもいいと思うので、なんかそれがおしゃれかおしゃれじゃないかは 誰を基準に自分です、考えればいいのかっていうところがわからないので、なんかもっと楽しいとか、面白いとか、なんか似合ってないかもしれないけど着たいって思って着てる人の方が私は結構惹かれます。ありがとうございます。